見じゃないでしょうが。こんにちは皆さん、ピカピカもありがとうございます。かいかい、こんばんは皆さん。今ねサッカー見てるんですけど、もう一人ぼっちなんで、実家にいるんですけど、もうみんな寝ちゃった、明日お仕事だから。やけんか一人で寂しくサッカーを追う。あれちょっと待ってあれ、え、なになになに、今1対1って書いてなかった？1、え、なに、むずいって、な、え、今1対1って書いてなかった？どういうこと？今日もかわいい、こんにちは皆さん。髪切ったのエグかわいいです。え、もう嬉しい。ちょっとね、実はね、私ね、ちょっとねショート気に入ってるんですよ結構気に入ってて、もう伸ばさないかもしれないっていうぐらい超気に入ってる。ロングハーの皆様ごめんなさい、今とっても気に入ってるので、もう一時はロングを水木は見れないでしょううん、もう九州、もう九州ってかあんね、もう長崎福岡経由して、でもまた行く。でもね、私ね、すっごい仲いいリリちゃんっていうお友達がいるんだけど、リリちゃんがついに明日帰ってくるんです。もしかしたらまた大阪行くかもゴールデンウィーク中に大阪行くかも、リリちゃんともう一人お友達と。ねえ、超楽しみなんだけど、ゴールデンウィーク。明日はさ、なんかみんなお仕事らしい。リュウさんも、オカも、オーチンも。えけ、もうみんな寝ちゃった。寝ちゃったよ。みずきのティフイーベはね、まだなんですよ。5月入ってからなの。そうなんです。ちょっとかわいい。嬉しい。嬉しかよ。今日もベンチがいいです。え、久保くんマジでそう、本当にお風呂が楽で。ちょっと待って、どういうこと？入れられてますやん。もう悔しい、忙しかったっちゃ。エクステすぎた。そうそうそう、エクステとかもあるけんさ、なんか今時何でもできちゃうね。でもエクステってめっちゃ高いらしいよ。いただき女子ってなんそれ、なんそれ、なんそれ。あ、違う、そう、忙しかっちゃ、忙しいけど楽しい。明日からゴール、え、マジ？ゴールデンウィーク明日からだって。なんでですか？あ、そっか、金曜日だからかな。あ、私ダゾンで見てるけど、なんで？え、これなんで見れるん？地上波でもありよるん？かわいい。ビッグもあるね。ウィッグもさ、すっごい自然やもんね、今の。 NHK でやりよるん？ダンスもやけど NHK で見よう。3番ね。あ、1番か。NHK 1番やろ。何言うてる。でもこれ音つけちゃダメなのかな？ちょっと流したら怒られる？ちょっとでも、あ、時差があるのか。ほんとちょっと全然見てなかった。美容室映画に行ってもらって、今日大好きさんお誕生日なんだって。みんな知ってた？知らんかダゾンガチ勢、そうだよ。ちょっとおめでとうってさ、言いたいとこなんだけど、顔出してないけんさ、もうそれは申し訳ないけんか、明日絶対配信するけん、明日お歌を歌います。でもとりあえず本日あ、ちょっとあんま音出さん方がいいか。とりあえず今日は当日におめでとう言えてよかったです。おめでとうございます。お誕生日いつもありがとうございます。本当にお世話になっております。明日お歌を歌います嬉しくないかな別に私の歌はでも明日はちゃんと可愛くしとっけん。今日はちょっとちょっとだけでもおめでとうって当日言えるの嬉しいですよね。おめでとうございます。素敵な一年にしてください。楽しい一年にしましょう。今年もどんどん。何言ってるんですか。 NHK 見れるよ。だってうちだってあれやん、うちのおかん
朝ドラの大ファンやけん、ちゃんと払いよるよ。え、長崎一番だよ。だってね、おかんが朝ドラ大好きやけん、もう NHK ないと生きていけんのよ。そうなの。ハッピーバースデーツーユー、ハッピーバースデーツーユー、ハッピーバースデーディアツーユー。あ、違う違う、大好きさんだよ。ツーユーって面白くない？ツーユーって。あ、皆さんハッピーバースデーありがとうございます。今年、実は今年誕生日あります。あるんですか？今長崎だよ。あれ、ちょっと浦和さんじゃないですか。浦和さん、浦和さんじゃないですか。浦和さん、私のお誕生日の日になんかトラスタでもうバチバチに戦うみたいですけど、まあ私の誕生日なんで、その日はルヴァンカップっていうサッカー知らん人には簡単に説明すると、ルヴァンカップっていう大会があって、そこで私の誕生日5月22日に長崎対浦和レッズが長崎のトラスタで試合があるの。楽しみだ。下克上です。長崎が勝ちますよ。ふふふふふふ、見に行きたい。なんで浦和レッズ、そんな見に行きたすぎるやろ。しかもトラスタでも、私今年ね結構タイミングが悪くて、長崎に帰ってくる頻度はそんな変わらんとよ、去年と。けど私が帰ってきとる時にアウェーやけんか、なかなかねこんなタイミング合わんことないっちゃけど、合わんくて、タイミングが。なんでゴールデンウィークに行けたら初めて今年のスタジアムになります。ん？癖強い。言わせさぎおい誕生日で早すぎやろそれ。今日は大輔さんに言ってくれる？勝ち抜けさせていただきますって。 5-0 はねないな。知ってますか、長崎の今の調子の良さを。知らんやろ。 Why って言ってるよ松木さんが。多分 Y って言ったね今。言ってない？いい、なんで簡単に言うとナビスコカップって何？ルヴァンカップね。ありがとうございますって。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ありがありありありおいづきかわいい、早く早とうか、なんでよ。大村写真撮った、この写真とか。これはねなんか多分ちょっとすまし顔やけん、まあちょっとすましてるね。なんやろこれ、どこ見とるっちゅう。未来。もうちょっとサッカーに集中させてよ。まだ調子良くないけど。マリウス、マリウスの調子良くないけどって、調子良くないんですか？びっくりした、マテウスかと思った一瞬。髪の毛食ってる写真、そう食おうかな、食わんとこかなっていう写真です。おいづき今日どっち応援してるの？なんでよ、なんでですか？私がなんでカタールを応援するんですか？な、縁もゆかりもないです、カタールは。別に未来詩人来た。全部動かないと。そうだよ、静止画だよ。随分動かない、動かないよ、安定す。え、かっちゃん 見よるん試合、長崎の。カメラマンしてくれないか。え、何の話なの？え、あ、あ、ショートみちゃん写真か。え、とゴールデンウィークはね、やっぱ東京だと基本一人で生きてるから、とってもらう人がおらんちゃけど、こっち帰ってきたら、リュウさんもおかんもおーちんもりーちゃんもお友達もおるけん、多分撮ってもらえると思います。撮ってくれるかな。え、諫早なんそれ。
カタールについて。カタールだってもう今日ちょっと寒いよね。長崎が寒いのかな。お腹痛い。こんばんは。働いてくれるかな。働きません。かわいい、ありがとうございます。楽しみやね。こんばんは、ウィングさん。今サッカー見てるんですけど、お腹がぐるぐる言ってる。暑かった？今日なんか普通に長崎寒いっちゃけど、だって半袖半ズボンやもん私。そりゃ寒いやろ、そりゃ寒いやろって誰か言って。そりゃ寒いよ。こんばんは。坂道お腹すくよね。めっちゃわかる、めっちゃわかります。今日の夜ご飯はお寿司、お寿司でした私。サッカー見て、わかるわかる。私もうめっちゃ今忙しい。もうサッカー見ながらコメントも見ながら、おしゃべりもしてっていう。お、あーやっぱ撮られちゃったね。あのさ、あれやん、音ないとさ難しいっちゃけど、サッカー見るの。え、これ何今の。それはでもやるよって。寒いと言いながらその格好。そうなのよ、寒いと言いながらこの格好なんじゃなくて、この格好やけん寒いって言えるっちゃ。注目選手、え、注目選手はね、んーちょっと待ってよ。あのね、私ね今さっきねメガネつけたばっかりやけんね、あんまりわからんさね。ちょっと待って。注目選手ね、こんばんは、しゅーい。あ、確かにイヤホン、でもテレビにイヤホンつけんといけんくなるね、そうなるとね。耳でガンダムなるけど、水木ラジオの聞く。それガンダム必要今。お水木に集中してよ。服着ろうの上、すいません。でもでも大丈夫。でも大丈夫。でも大丈夫ですよ。そんな凍えるほど寒くはない。あ、うなごなったけど。はあ。お風になっちゃう。そうね、確かにちょっと足元が寒いな。頑張れ日本。ガンダムいい。ガンダムって今合ってるの。昨日のマリノスもすごかったですよね。え、マジでマリノス昨日見てないよ。マリノスの試合、荷物ね持ってきた。送ってない、持ってきました。ありがとうございます。もう喜んでるよ家族みんな。他の人は他人事、あ、他のことしながら見てくれ。マジか。私の優先順位低いんだ。目開く彼女みたい。うん、 CM カットしてる。そんなんある。あ、決勝なんか。全然見てなかった。見なきゃいけなかったな。それは仲良く食べれるかな。お水木はダイエット解禁してるから、もしかしたらお水木が8割ぐらい食べちゃうかもしれない。嘘です、ちゃんとみんなとワキワキしながら仲良く食べます。群馬、群馬まで行こうかな、戻ろうかな。そうね、長崎ちょっとね、あんまりあれだよな、そんなあんまり見ないな私。ウェブのヒス構文、そうだよ、ヒステリック構文ね。不発って何よ。わからないな、それはちょっと言えてるな。おねえ、ゴール決めてよ、ゴール決めてよ。萌ちゃんって
萌えちゃんって誰？ももちゃん？なぜ意外とダイエット？そうだよ、だから長崎でいっぱい食べるためにダイエットを頑張ってたんですから、発揮しなきゃ。試合終了までやってます。いいえ、どうしようかな、ちょっとあのどうやろう、ちょっとそれは分からんけど1時間ぐらいは配信したいなと思ってますよ。確かにね、なんか決まってるな、この目バキバキやないか。これはいけない、いや別にいけなくないんですよ、いけなくないけど、ちょっと見たい気もする。おー来た来た来た、おーっとー、マジか、あー萌えちゃんね、あーもう萌えちゃん、萌えちゃん待ってくれ、これはあと少し、体があと15センチ前に行ってたらもう 0.5 秒早く走ってたら決まってた。近しお気がしよう、出かけしようかな。あのね、私は明日、あのとりあえず明日行かないといけないところがあるんです。また明日話すね、行ってから。ほいっとほいっと、おっと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 、2メートル超え、2メートル痛そう、もう痛そうやん。ねえ、サッカー選手ってすごいですよね。私毎週サッカー見てるけどさ、なんかさすごいなと思います。マジで痛そうなんだけど、痛くないの？痛いですよね、さすがに。あんなガーンってやられたらね。サッカーも見ておりませんって、ちょっと一回見てみてよ、面白いけん。 NHK ですよ、 NHK。 リンガーハット楽しんできてね。いや、リンガーハットね、まあ一回は食べるやろうね、ゴールデンウィーク中。そう、ラジオ、サッカー選手の平均体重どれくらい、どうやろう、でも70キロとか80キロ、70キロぐらいじゃないですか。お、なになになに、 VR ですか。痛がるのうまいよね、まあ、上手い選手もいますよね。あ、エレナも言ったよ、サッカーあれに動くと、マジか。おみずきも払ってるよ、 NHK の受信料。なんこれ、なんこれなんこれってどう見たって VAR やん。うーわー、これはね、あ、これはあれですね、あのファルです。あ、これはレッドカードです。これはですね、痛いですから、あー、これはレッドカードです。退場だこれは退場ですね、仕方ないわこれショールームで私こんなこと言っていいのかな、もううるさいね、もうちょっとちょっともうちょっと、いや、これはいかんよ、これはレッドじゃない、だってもうほら、だって その足行った、いらんやろ、行った、いや、まあ、色い、今でもね、どうやろう、いやー、まあ、そっか、たまたまか、まあ、でもジャンプするときいるか、あの足は。いやー、でもこれレッドじゃない、っていうかもうちょっと内側が良かったね、そんならば。ペナルティーないじゃないもんね、これ。めっちゃ切られてるやん。はい、来ました来ました来ました、どうですかどうですか、どうなんですか、どうなんですか、ビッビッビッ、お、来た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 、うわこれマジで私大丈夫、このショールームで私のこんな配信されちゃって大丈夫なんですか。痛い
もうやめてあげてください。もう痛いですよ。あ、またメガネさんありがとうございます。音符レッドカードです。退場しました。もうこれで日本が有利になりました。え、長崎と10秒もラグあるの、やだそれ。まあそうだよね、姫そうそう、退場したらもう退場よ。でもこの場合はゴールキーパーがやられたでしょ。あ、やられたか、ピあのレッドでしょ。そしたら新しいゴールキーパーが入ってフィールドプレイヤーが出ていくのね。あ、違う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 、出ていくんじゃなくて、フィールドプレイヤーが、あ、そうだね、一人少なくなっちゃうの。ねえ、よかった審判ね、ほんと。レッドカードの瞬間だけサッカーつけた。あ、そう、今サッカー見てます。そうよ、キーパーおられたら大変やろ。いけんか、とりあえずちょっとうるさいな、おかん上でガタ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 。うちのおかん今ね、お菓子作ってるから、パンだかお菓子だかわかんないけど、2階の工場で、だからずっとガタガタ言ってるんだけど。サッカー経験者みたいな回数で、いや経験者なのよ、一応ね、10年やってたんですよ。そうそうそう、選手か、そうよそうよ、手扱いない方も選手が一人決めるから。あ、そうやん、そういうこと、さすがにいそうだよ。頑張れ、決めてくれんかな、もうここから無理。思い切ってキーパーなし、そんなことある。キャプテン翼呼んで。え、キャプテン翼はね、読んでないよ、見てたんだよ、アニメ見てたんだよ。サッカー久しぶりに見た、面白いやろ。2階が工場、特徴だ、そう、2階がね工場になったんです。正式に言うと、もともとは去年かな、去年工事して、工事というかリフォームというか、なんか工事っていうとあれか、まあリフォームみたいな感じで2階がパン工場になりました。いや、サッカー見たいやん、ちょっと見せてよ。サッカーしとる人ならわかるやろ、一人少ないってマジで有利やし、めっちゃ不利。どっち？めっちゃ有利なのよ、一人少ないと、あっち相手がやし、あっちはめっちゃ不利なの。はよ切りや。サンルもね、ね、なそれ、パス交換。リュウさんと、懐かしい、それね、練習いらんやろ、やめて、10秒こっち遅れとるっちゃけん信じてしまうやん。やめなさい、やめなさい。ギターの練習いらんし。え、わかる、コメントするの読むのもさ忙しいもん。じゃあちょっと一回蹴る瞬間までコメント見らんけん、ネタバレされると困るけん。頑張れ日本、頑張れ日本、決めろ決めろ。おーおー、ダメか、すげえ練習いらんって、いらんいらん練習は。ほら半ズボンやけんさ、私半ズボンやけんいい音するやろ。左手で携帯持っとるさ、で右手でこうパチパチ拍手できんけん、足と手で拍手してます。ちょうどよかったわ、半ズボンで。頑張れ日本、頑張れ日本、こうなる一点。ロスタイム10分、前半でなんちゅうことですか。あららららら、
ハイチじゃないよ、短パンだよ短パン。10分前半で10分、そんなことありますか？ VR あっても10分って長くないですか？普通にこれ痛いやろうな、めっちゃ。うん、ほらちょっと怒ってるよ。10分タンバリンさんのお猿の、え、あー、あのヨドバシカメラにおるやつやんそれ。ほんと気づき7分、どうですか？来てるんだって別に。足冷た、レッドカード2枚。ホームでみんな何何、ホームで負けたらみんな何、大好きさん私の解説でサッカー想像できる。楽しめる。最高やん、私じゃあすごいじゃん。私結構すごい、おのよど、え、知ってるよ、だって東京住んでるからね。ヨドバシカメラも知ってるし、ヨドバシカメラも知ってるし、ビッグカメラも知ってる。でも長崎にはどっちもないよ実は。あぶねー、サッカー楽しいな。え、切腹って、切腹ってさ、もしかしてあれ、あの龍馬伝ってこと、明智さんってこと、明智さんやったっけ。誰やったっけ、誰かがね、あのね、あの切腹したんよ龍馬伝で、明智さんみたいな人が切腹したの。想像してるの、不思議でたまらんやろそんな。服脱ぎ出すよね。いや、まあまあまあ暑くなりますからね。音と音と音、わあ、オフサイやろ、違う、オフサイや、は、はって。誰よその女、何よ、私バリオフサイドやん。10分やけんさ、55分までか。あ、明智さんも切腹してないって、誰かが切腹したんだよね、誰やったっけな。あ、こんにちは、トミーさん、やっほー。スポーツ中継、え、そう、でも時間が時間やけんね、ちょっと眠いかも。あと今日結構移動したけんさ、疲れた。サッカーしたい、明日一人でサッカーしに行こっかな、誰か友達おらんかな、サッカーしてくれるお友達、超サッカーしたいんですけど。リフティングしに行こうかな一人で。あれ、スパイクどこある、あ、スパイクあるわ、取りしゅうないか。相手がノップさん、ノップさんか、カタール、え、帯が僕に応援してくれてるような気がする。え、もう応援してるよ、いつでも応援してますよ。今サッカーしよるん、いいスポーツ、いいサッカー、ファイトブリントさん、ファイトブリントさん、ボールが友達、そうだよ、車なくてもリフティングできるの、いやー帰ってきてからかな。北海道まだ桜満開になりません。マジでもうないよ長崎桜なんて。桜ひらひら舞い落ちて落ちて、あれ、舞い降り舞い落ちて落ちて、なんやこの歌。この歌なんか違うわ。
なんだこれ、1週間が過ぎ、あと1週間か、いいな。満開の桜、友達と見たかった。私今年桜一回も見てない。東京におったけん、友達おらんけん。チケットでいくら、どうやろ、どんくらいするっちゃろうね。高そう。なんかキラキラ、もしお届けですって、ありがとうございます。わーいわーい。カタールいかんやって、 いかんってか、いけないよ。そんな高いやろ、めっちゃ。飼育委員、生き物係ね。生き物係さ、この歌なんだっけ、さくらひらひらのあと何、舞い落ちて落ちてだっけ、なんだっけ、なんか違うんだよな。桜坂、君をずっと幸せにってこと、風にそっと歌うよ、イエーイってこと。新宿で、新宿で、魚しない新宿で桜って咲いてるの。新宿ってビルしかないんじゃない、都会やけん。生き物ばかり、ロングネード、まずそうね、結構もうね多いよね。舞い降りて落ちて、あ、そうだ、多分舞い降りて落ちてった、だだ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 、え、なになに、ひらめに作ったみたいなやつ、待て、量産、え、欲しい欲しい欲しい星コール行くぞー。あー、出ちゃった、出ちゃったね。でっかい公園、新宿に公園なんてあるんですか。アンパありがとう、マサさん。今度みちゃんに、どうやろう、もうどうやろう、ティフかな多分ティフです。8月345のティフで会えます。デビューするから、後半あと400点ぐらい入らんが、400点入ったらさ、400点入ったらもう、あ、お、強い、あん、何の話やったっけコンクリートとジャングルには公園はある、コンクリートジャングル、そうなんだ。差し上げようかな、私にも、私にも手札です。デビューしたチキ取れるねって、もういろいろ可能性広がるから、本当にもう頑張りたい。でもなんかさ、なんかすごい楽しみ半分、その時間制限がないっていうところがすっごく不安で、なんかどうしようと思って、時間制限ないって言われると、なんかどうすればいいのかがちょっとね、わかんないんだよな。ずっと配信しとくって感じなのかな、8時間とか12時間とか、でもそれぐらいやらないといけないのかなっていう、なんかみんなが、わかんないな。ちょっとなんかそう、すごい怖くないですか、時間制限ないって。だからちょっとね、なんか楽しみだったんだけど、ちょっとだけなんか不安が大きくなってきた。24時間配信とかできんな、私さすがに。トイレも行きたいでしょ、お風呂も入るでしょ、歯磨きも私さ1日3回したいけん無理1日15分で言うやら、何言ってるんですか。もう私最近ね、なんかね、オーディションが近づくにつれてちょっとだけね、不安で、なんかたまに不安になっちゃう。やばいな、このシュート、このシュート、ほらもうキーパーも動けないよ、びっくりポンで。いや、どうなんですか、スタートダッシュ以外のラウンド時間制限ないのか、ないと思ってるんだけど、どうなんですかね、あるのかな。
明日お風呂入ってね。家で履いてるし毎日。スマホを持って行ったら大丈夫。まあまあまあ確かに。よくわからないね。私がなくなったから大して変わらんや。それよりいろんな時間でちょこちょこやった方が。あ、そうなのか。ありがとうございます。いろいろ教えてください。私もショールームに戻ってきてまだちょっとなんで、なんかイベント経験者さんとかにコツとか教えてもらいたい。ありがとう662PM さん。いろんな時間にちょこちょこやる作戦ね。お風呂さ3日に1回で、汚っやだ、私1日1回は入りたい。こんばんは。3日に1回なんでそんな頑張らんといけんと、もう死んでしまう。他のテレビ何があってんのかちょっと見てみるね。アメトークがあってるよ。長崎だけかな。花の井くん、何これ、なんていうの、花の井くんと恋の病だって。アニメだよ。いや長崎チャンネル数少な、びっくりしたわ。え、待って、長崎少なすぎやろチャンネル。あ、ごめんなさい、東京に住んでるからさ、今ちょっと長崎と、長崎なんかちょっとごめんなさい、都会ぶっちゃって、ちょっと都会人ぶりましたね今の発言は。え、でも見て、1位やろ、2位やろ、3位やろ、4チャンネルしかないと、長崎って少なくない？4じゃない、4つしか映らんちゃけど、びっくりした。トイレ問題も解決だね。え、そうなの、4年に一度、うん、このアカウントで続けられると思います。ちょっとかぶれてきた、オミトーク。そうだよ、アメトークよりオミトークでしょ。テレ東が映んないのかな多分。新宿で迷子になるくせに。いや、新宿どころかよ、渋谷でも迷子なるし、どこでも迷子です。うん、ちょっと都会人ぶっちゃってすいません。こんばんは。 NHK 三ちゃんって何放送、三ちゃん何放送やろうね。 NBC だよ、NBC ですよ。ちょっと眠いんだよね私も、実は実は実は。いつから告知できるかか、そう、え、分からん。なんか情報がさ、もうちょっと出るのかなって思ってる、待ってるんだけど。時間制限、うん、あるなしとか。ん？長崎放送かな多分。NBC だよ。ああ、オーディションなのか嫌になってきちゃった。嫌にな、オーディションちょっと嫌になってきちゃったな。不安になってきちゃった。なんか楽しみだったんだけどさ、時間制限がないからさ、ないってなるとね、本当にないんだったら結構未知の世界やけん、ちょっと怖いな。なんか2時間制限やったら2時間なんかできるけど、制限ないってなるとなんかあんまりね、だらだら長くしたくはないなって私はって思ってるけど、なんかだらだら配信するのあんま好きじゃないんですよ今めっちゃだら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 っていうか、めちゃくちゃさ、あのサッカー見ながらゆったり配信してるけれども、けどなんか8時間するとかなるとさすがにだらだらなっちゃうよ。それは嫌じゃん。あ、 NHK と民放4局そうみたい。事前に
予定組んでみたり。そうやね、予定、そうね、みんなに来てもらえるように予定は配っといけんのか。チームメイトも一緒に比べたら楽ちん。いいえ、どうやろうな。でもオーディションって結構さ、8のオーディションはなんかちょっと運みたいなとこも強かったけん、運っていう、うんうんうん、運、運があったじゃない。でもこれはちょっともう私、運、運、運もあるけれども、難しい配信企画とかが、企画ね、考えなきゃね。そうなのよね、何人通るのかもまだ分からんけ、難しい。はあ、超不安ですね、オーディション。でも頑張りたいんです、頑張りたいんですよね。よかったら皆様応援よろしくお願いします。いけるかな。もうね、ギリギリでも何でもいいから、本当にあのなんだっけ、合宿審査まで進みたい。あ、12時過ぎたけん、いろんな初見さんが来てる。皆さんこんにちは、長崎県出身23歳、尾上瑞希です。今日はサッカー見てます。サッカー見てるところですけど、1対1です。1対1、頑張れ日本。合宿行きた、いやいや別に枕投げはしたくないけどさなんで枕投げしに行くんよ、私がわざわざ。そんなさ、近づくことをかけられないのがいいね。そんな、お、もういいんですよ、力強いことかけてください、ぜひ。こんばんは。カレーのイメージ、あ、わかるね。なん、あのティフです。オーディション、ティフのオーディションが、ティフでデビューする、ティフでデビューっていう、ティフでデビューするアイドルグループのオーディションを今受けてます。ん、サッカーのハーフタイムで何それ、うんちってこと。え、しないでしょするの、相手のゴールキーパー大事。そうだよそうだよ、初見じゃない。こんにちは。ちょっとそのマグラ投げて、まず、ん、マグラ投げ混ぜてよ。いえ、もういいよ、いいよ、マグラ投げする、みんなでマグラ投げを。ちょっとね、なんか眠たくなってきたんだよね、さっきからあくびが出ちゃう。あくびちゃーん。そうなんです、オーディションがちょっと不安ですっていう話です。うまくいけばいいけれども、ん、枕は投げても、枕営業はしないしないですよ。とりあえず明日からそのためにだけでお願いして開始します。ありがとうございます、楽しみにしてます。代わりに受けてこようか。ね、ダメ、マチュさんより私の方が可愛いけん私の方が可愛いけん、私が受けに行きます。私より可愛かったら今受けてもらおうと思ったけどさ、もう私の方がちょっと可愛いけんさ、頑張って、おいちょっとくらい褒めろよ。そうね久しぶりに 音楽付きの手紙が来るか。音楽付きの手紙、音符付き、音楽付きの手紙、え、まさかハッピーバースデーおみちゃんってこと。おみちゃんより可愛い人探すの難しいですよね。じゃあ受かるやん私調子乗っちゃった、すいません。頑張るぞオーディション、頑張るぞ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 。
皆さん一緒に夢をつかみましょう。今回のジャケットを見てる可愛くなっていない。ねえ、そんな言わんでよ。ちょっとなんか元気出てきたやん。ちょっとじゃあ生きるかなっていうさ気持ちになってくるやん。頑張りたい。可愛い、ありがとうございます。審査員として爪痕残せるように頑張ります。どういうこと？審査員として。くしゃみしそう、ダメ。あくびもくしゃみも禁止。審査員になってきますって。いいよ審査員ね、私を贔屓してください。あ、やってるね。なんかそういえばショールーム見たわ。10期生なんや。受けないよ、受けないし。せなんだっけ、年齢制限あるでしょ。おみちゃんより可愛い子の尾上瑞希さんだけ。え、それはおみちゃん、どの尾上瑞希さんが別人になってるけど、別だったんだ。一緒だと思ってた。おみちゃんのビジュアルと人柄は完全合格。嬉しい。普通に嬉しくて、普通にあの素でにやけてますけど大丈夫ですか。あとはポイント、めっちゃ、そこが一番ポイントってめっちゃ難しい。難しいですよ、これまた。これまた難しいですよ。ん？耳に来たってなんそれ。えげつない炎上とかしない限り大丈夫。えげつない炎上。え？だって私素人だよ、めっちゃ素人だよ。全然勝負にならないでしょって。何言ってるんですか。ショールーム審査ってみんな舐めすぎやって。素人の方、だってショールーム審査だよ、みんなすごいんだよ。もう何百万ポイントとかが飛ぶんだよ。怖いよ、見たくない。そんなポイント私見たくないとは。怖くなっちゃうんだよね。なんか可愛い。でもそんなこと言ってる場合じゃないんです。夢をというか、今回のこの目標を、夢をつかみに行かないと。今しかできないことを、人生一度きりやし、もう20歳、次24歳なんですよ。なんで20歳前半でもう時間もないからね、いっぱいやりたいことは全力で、で頑張れるとこは頑張りたいから、後悔のないようにと思って、気合が入れば入るほど、なんか配信時間の無制限ってところが、うわー、なんか頑張っても頑張ってもなんか、よし今日はやりきったって思えないんじゃないかって思って、意味わかる？2時間配信？2時間制限やったら2時間マックスやって楽しくて、配信がで、みんなも今日楽しかったな2時間っていうあれやったら、うわ楽しかった今日も明日も頑張るぞ2時間で、1週間のオーディションが終わるとかだったらいいんだけど、なんか4時間もやって4時間も配信しても、なんかまだやってる子がいると思ったら6時間とか7時間とか、あ負けてるとか思わなきゃいけないじゃん。そういうのが難しくない？伝わってるかな。殴り合う、負けたら爆笑する、もう本当だよ、爆笑、本当に悲しいよ。ニートとは呼ばせない。そうそうです、そうです。あきらさんありがとう。ポップコーン、ポップコーンがアリンさん、かわいい、ありがとう、ありがとうありがとうございます。アリンさんかわいい。眠い？もう寝らんね。明日仕事やろ。みんな
そうドキドキやし、なんかもう叶いとこ、始まる前では。始まったらもう頑張るだけさ。私ね今回オーディションのために、ちなみにですけど、オーディションのためにですね、5月22日までスケジュールをガラ空きにしてるの今のところ。今でもなんかスタートがちょっとまだ決まってないから、決まってないとかそこら辺はちょっと分からんけど、とりあえずもういろんな、なんかもう案件とかお仕事とかも全部カラッカラにしてスケジュールを空けて配信に備えてるのぐらい本当に気合い入れてます。だってもう後悔しそうやもん、今回逃してダメやったら。こんばんは、歯磨きする許可をください。許可します。いいよ、20分ちゃんと磨かんばよ。そう、もともとスケジュール空いてないのよ、いろいろ言われるの、何日何日どうですかって。無理ですって言った、オーディションがあるんで、配信があるんで。準決勝スタート戦もあるのかな、いや多分予選ですね。ありがとうございます。何なのそれ、予選のかーい、何言ってるのよ一人何してる、いやあなたよ、やめてくれやめてくれ、謝って謝らない謝らない。もうほら、だから後半始まったからさ、みんな日本を応援してください、まあ、みんな応援してるか日本を。予選は要戦はごめんね、古いなそれね、詳細出てくれんとね、戦い方側から。お、来た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 、おう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 、これマジでこういうこういうのは冷えるよ、ほんとやめてくださいね、親父ギャグとか。カタール全力応援でおるかもしれん、まあ確かに確かに、それはそうや、まあ、でも大体日本でしょ今日は。こんばんは、たかりんさん、サッカー見てる、頑張れ日本、頑張れ日本、頑張れ頑張れ日本、頑張れ頑張れ日本。痛い痛い、ほら痛いって言うよ。あたたたたた、すねに当たったね。あたたたたた。こんばんは。今ねサッカー見てます。日本を応援してます。フォーチュンクッキー、こっちから出して痛がりすぎやで、そんなめっちゃ厳しいやん、そんなごっつい体しとってもごっつい体のやつに当たられるけ痛いやろ。ごっつい体のやつが細いやつにやられとったらちょっとそれは言っていいけど、ごっついやつがごっついやつにやられとるけん、まあそこはちょっとね。恋するフォーチュンクッキー、もうやめてよ。まだ時間ありますから。まだ時間ありますから。まだあります。全然いけるって。もう何やって、何やって。入れられました。カタール追加点。私今あの音なしで見てるから、私が解説するわ、解説で実況するわ。カタール追加点、日本1点を追う形になりました。でもまだ時間はあります、後半始まったばかりです。ブリッジ痛いの、普通に喋って手が当たっただけで異常に痛がるのはなぜなぜ
とても可愛い、ありがとうございます。長崎県出身23歳尾上瑞希です。よかったらフォローしてください。なんでそろそろテレビ切るの。痛さアピールしすぎているように見えてしまいます。いやそうと思うよ、アメフトだってもうすごいでしょ。アメフトもさ、でもあれでしょ、あでもそっかそっかそっか、もうあれか、アメフトはもうぶつかり合いの世界やけんさ、ぶつかったぐらいだではファールとかあれがないのかな、あ分かんないけど、そうなると痛がるのもなあんまないよね。に日本じゃない、サッカーだとさ痛がるのもさ、なんだろう、戦術の一つみたいな、そのサッカーの一つみたいなとこもあるじゃないですか。痛がるのがね、ファールになったりとかカードが出たりとかってあるけど、そもそもなさそうやね、そういうのがね。守備固めてくるやろうな、もうやだやだ。みずきかわいい、こんにちは。うん、まあ確かに筋肉まみれの体して、そうか、まあアメフトマジで見たいな、一回ちゃんとハマりそう。やばいって、頑張れ日本。あフォローありがとう、ダンダンさん。まさかダンダンさんってだんだん心惹かれてくってことですか、どういうことそういうことですかとか言って、好きなんですよドラゴンボールが。フォローありがとうございます。逆に危険行為をさせた間に反則取らされてる感じかも。さそう、すごい。僕らは天使だった、空の上から愛の種を、愛の種を撒き散らして、ダラダララ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 ラ広いブルースカイ見上げてみると、雪が湧かないか、ダダダダ to my friend、 背中の羽はなくしたけれど、攻めてけ攻めてけ、おっと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 、あうわこれ一点結構痛いかもね。はい、ジボリオにびっくりした。ん、うわーなんやろうな、なんなんなんだ、おっと、よし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 、おっと、うわあ。ん？何何？何びついた？マシンガン。何びついた？今を撃ち抜こう。一人じゃない。一人じゃないから。うん、そうだよ。髪切ってから初めて会ったら、リュウさんからはマジでおかんそっくりやんって言われた。オーチンからは、髪切った方がいいね、似合ってるね、可愛いねって棒読みで言われました。それちゃう？めっちゃ褒められたよ。おかんだけは何も言わんかった。おかんはそんなことより、今日みーちゃんのご飯やん、嬉しいって言ってました。私の作った夜ご飯を喜んで食べてました。セリフお祈り棒読みな、なんかね、おもちんって感情なんか薄い、感情薄いっていうか、なんか伝わりにくいもん。あげろあげろ、こんばんは、今ねサッカー見てるんです。お、来た来た来た、あやマジかい、
僕の作ったきんぴらごぼうも食べてくださいって伝えててください。なんそれ、僕の作ったきんぴらごぼうって、え、なんで知ってんの。私今日きんぴらごぼう作ったんですけど。ムーミンパパだって。可愛いよね、めっちゃ。え、私今日きんぴら作ったよ。肉じゃがときんぴらごぼうとサバの味噌煮とお味噌汁と作った、あとお寿司もあったけど。なんです、きんぴらごぼう。しかも京都きんぴらめっちゃ美味しかったし。あ、フミティさんこんにちは。あ、フォローありがとうございます。皆さんフォローありがとうございます。長崎県出身23歳尾上瑞希です。今サッカー見てます。サッカーは10年やってました。やるのも見るのも好きです。特技はフラッシュ暗算とリフティングです。リフティングはアラウンドザワールドできます。フラッシュ暗算は四段持ってます。歩く電卓って呼ばれてました。ちょっと待って、おかんが降りてきたけ、もしかしたらなんか喋ってくるかもしれん。怖っ。ちょっと静かにしてって言っとくわ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。来なかった、おかん。はじめまして。空振ったんか。いや、どうやったちろ見えんかった。ん、すごいじゃん。なになに、飯炊きなら嫁に欲しい。なんで飯炊きよ。私の売り飯じゃないから。私の売りは一緒にいて楽しいってところ。多分こんばんは。おかんはね、今お風呂場に行った。お風呂入んのかな。配信してるの気づいてんのかな。ケツだって。ケツって言わないの、お尻って言いなさい。ハートありがとうございます。おかん入ってこんわ、リビングに。多分配信してること気づいてるな。自分から言っていくスタイル。何、自分から二人いるって。うるさいですよ、結構家の中。お料理はね好きなんですよ。結構配信見てるかな、どうやろう。最近見てないって言ってた。前は見てたけどね、結構。うーわー、今の通っとったらマジよかった。はー、1点2点。料理好きなのか、いいね。うん、お料理好きだよ。昨日は何作ったっけ。昨日も作ったんだよね。昨日はね、鮭のホイル焼きと、何作ったっけ昨日。あと大根と鶏肉の煮物と豚汁とブロッコリーとカニカマのサラダと、うわーすごい強いと、あといちご、いちご食べた。昨日結構豪華やった。いっぱい作った。明日は豚キムチですけど、うわ真似しよう。いやガチで明日も豚キムチにしようかな。真似していい。腕が日焼けした上にヒリヒリ出た。痛そう。食べた、もう食べた。一人多いのにめっちゃ攻める。あ、確かにそうやん、忘れてた。そうやん、待って、そうやん、待って、忘れてたわ。忘れてたわ。普通に一人少ないんだこっち。あ、違う一人あっち多いん…いやいや違う一人多いんだ日本が。待って、負けちゃいかんよそれは。あー流れた、ちょっと長くなりましたね。鶏キムチにするならいいです。え、やだ、豚キムチでしょ。
一度と、いいなあ、唐揚げにしようかな明日、ダイエットも終わったところで。こんだて考えるのが大変だよな、お料理より。一期一会、一期一会とは鶏キムチにしたるわ仲良く豚キムチにしようよねえ、仲良く二人で豚キムチにしようよ。やっぱ豚キムチでしょ。豚キムチいいの。でも時間あるけんな、豚キムチ結構簡単にできるやん。時間あるけんちょっと凝ったの作りたいな、コロッケとか。お魚でもいいな。でもお魚、鮭とサバと食べたけん、もうお魚はいいか。2,3 も2,3日だって。タイの唐揚げってめっちゃ美味しいですよね。酔っ払電車に唐揚げ忘れました。もったいない。誰かに食べるかな。豚を捕まえて、これそっから、そっからですか。ごぼう巻き、なんそれ、ごぼう巻きって聞いたことないっちゃけど、美味しそうやん。肉巻きいいねな、肉巻きめっちゃ美味しいよね。中華街とかにもありますよね。台湾唐揚げとか言わない？タイと台湾唐揚げ違うか。だって一人さ多いんだから、日本が勝たんとやばい。なんでやろう、確かにそう言われるとそうやな。一人って全然違うと思うけどな。そっか、うわー、なんかなんやろう、なんかさ、なんかチャンス、うわもう、そういやー、なんで、なかなかもうシュート打つことすらもできんみたいなぐらい硬くない？ほらほらほら、なんで打ってよ、一本ぐらい打ってほしい。ごぼう美味しいよね。あ、そうなんだ、特徴的な。台湾唐揚げも好き。お疲れ様です、久保木の久保さん。久保くん、肉巻きのお店だって美味しそう。なんで、一点決めてくれ、決めてくれ。ところで私何分配信してるんだろう。知ってる人いる？私が何分から配信スタートして、あ、もう1時間してんだ。ありがとうございます。13分だって。じゃあ前半20分だ、あ、後半20分過ぎたらもう配信終了する。なんで私が配信してる間に点を決めてください、代表の皆さん。決まれ。ねえ、15分しか経ってないけどさ、いや、なんかこれ決まる気配がちょっとしない気がしてきたぞ。なんか打てないよね、シュートまで行ってなくない今のところ。いや、見るよ、試合は見るっちゃけど、配信はね、とりあえず終了しようかなって。いやいや、明日配信しますから、声聞けないのかって。カタール強いな。ビール飲まないで早めに帰ってこないとか。ビール飲んできていいよ、
なんでダメと。そうなんよ本兵さん、マジでそれ攻めてるんですよ、しっかり。わかりますか、そのなんか攻めてるのにシュートが打てないっていう、なんやろ、もう硬すぎんのかな。なんで攻めてるのにね。でそれでカウンター食らうの、まさかの。そう、一人多いんだから。ああお歌いただき、いや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 、そんな早く配信しないけん、ゆっくり帰ってきていいですよ。配信多分9時とか遅い時間になると思う。あでもおかんがさ温泉行こうって言ってたから、もしかしたら早くなる可能性もあるかもしれない。ちょっと分かんないな、決定力がって言われる。いやもう決定力も何もシュートまで行ってなくない、攻めてるのにね、シュートがなんか別府楽しんできて。いや別府まで行かんよわざわざ温泉行こうか温泉行こうかって言って行かんよわざわざ別府まで。ちょっと水も、この前でそのボール回し出すのがダメ、最後はシュートで回らなかった。ちょっとそれに関しては同じ意見かもしれない。とりあえずうわー、入ったー、おっしゃー、きた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 ー、ナイスー、やったー、来ましたー、ありがとうございます。ナイスナイスー、もう一点。ね、追いついた追いついた、頑張れ日本、頑張れ日本。よし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 、やったやった、頑張れ、もう一点。ナイス木村さん、木村さんナイスです。ちょっと乗るんじゃない、この一点で乗るんじゃないっすか、お水木ジャパンうわーなんかカウンター怖いんだよな。あーこれはファウル出るよねやっぱり。ね、この流れで勢いが来てるんじゃないかね。まっと25分はあるやろ、あるけん25分か。25分30分ぐらいあるかな、そんなないか、25分ぐらいか。頑張れ、あと1点決めてくれ。唇が乾燥してるわめっちゃ。アインチョウ一つが動かすためには切り出してくる。そうだよそうだよそうだよ、みんなその一人分、一人足りない分動いてるからね、スタミナがね。そうですよね、頑張れー。いや怖っ、ちょっと怖いですね。
そっか、気候に慣れてんのか。アウェイって難しいですよね。35分、そうね、もう一点セットプレーね。あとカウンターもなんかさ怖いよ、勢いがなんかすごい。歯磨き終わりました。いい子いい子。明日仕事が延長戦だけは過ぎたね。みんなお仕事だよね。私は休み。偉すぎ歯磨きがダメよ、甘やかしちゃう。真夏が出てるけど多分、あ、そうなんだ。日本の真夏、そうなんですね。固唾を飲むおみちゃん嬉しい。いいよ、じゃあ嬉しいんだったらいくらでも褒めますよそんなんで嬉しいんだったら。さっきくしゃみ出ました。偉いねえ、それでいいの？そういうことじゃなくて、さっきくしゃみ出ましたで、ね、どういう反応すればいい？マジか、くしゃみしたっても言わんしね。もっと褒めるともっと喜びますって子供か。土曜日からゴールデンウィークです。みんなゴールデンウィークがもうすぐ来るよ。明日頑張れば連休。なんで皆さん明日頑張ってきてください。お仕事、私もちょっと用事があるので用事を済ませてゴールデンウィーク楽しく過ごせるように準備します。明日はヘビーな仕事含めて明日休みにしました。連休明けの火曜に、ヘビーな。これでお手紙書けた。え、本当に待ってますよ。やめてください、ゴールデンウィークなんて来ないでください。なんでなんか嫌なことでもあるんですか。今年は非赤連休ですか。なんて読むんだろうそれ。なんか聞いたことない、そんな連休。頑張れ日本。曲読んで曲が多くて嫌な。あー、そうか、そういう方もいますよねきっと。飛び石なんだ、飛び石連休。あー、それこそ飛び石ってどういうことやろ。語る結構。私さ20分になったらとか言ってたけどめちゃくちゃ早すぎてた。ラジオ配信だよ。そんなそんな入らなくてもいいよ、別に映らんし。はいよ、おいしいしてるよ、こんなのびのびいいえ。あー、そういうことか、連休。なるほどね、それが飛び石連休って言うんだ。点取ったよ、点取ったけん。じゃあもうそろそろ配信は終了しようかな。お母さんも入ってきたし。ではでは、ランキングを読みたいと思います。第13位、マサさん。
ありがとうございます。第12位情報技術研さん、ありがとうございます。第11位あきらさん、ありがとうございます。第10位えびさまさん、ありがとうございます。第9位たかりんさん、ありがとうございます。第8位せたんかさん、ありがとうございます。第7位かるかんさん、ありがとうございます。第6位いとしさん、ありがとうございます。第5位ブリントさん、ありがとうございます。第4位みやこぶるさん、ありがとうございます。第3位 662BPM さん、ありがとうございます。第2位ふみさん、ありがとうございます。そして第1位本日お誕生日でした、だいすけさん、ありがとうございます。また明日配信するので、明日もどうぞよろしくお願いします。お疲れ様ですって、写真の子かわいいですねって、わーたーしーわーたーしーありがとう、また明日って、明日ちょっとお歌は発声練習しときますから上手に歌えるように。ではでは皆さん、本日もありがとうございました。サッカー勝ちますように。今から配信終わってからも配信サッカーは 見るんで、みんな応援しましょう。ではでは皆さん、明日もお仕事頑張っ、うわー惜しい惜しい。では皆さん、明日もお仕事頑張ってください。ゴールデンウィークまでもう少しです。